親愛なる地球の兄弟姉妹たちへ。私はアシュタールシェランです。今回も皆さんと共に過ごすためにやってきました。私の心に満ちるすべての愛、そしてこの瞬間に私と共にいるすべての存在たちの愛を皆さんに伝えたいと思っています。私たちの計画は日々着実に進行しています。毎日このプロセスは適切な速度で進み、皆さん全員に最小限の影響をもたらすように計画されています。ガイア、すなわち地球は穏やかに自分の道を歩み、完全なる消化への軌道をたどっています。この過程で変容を受け入れ、学びを求め、新しい時代に備えることを許している人々が地球に引き寄せられています。今重要なのは感じることです。見たり触れたりすることではなく、心で感じることが求められています。私たちが話すすべてのこと、私たちが伝えるすべてのこと、そして皆さん自身の変化や成長を心で感じてください。なぜ心で感じなければならないのかといえば、進化の一歩一歩を心で感じることで、エゴや優越感、自らが雑草の一部であるという感覚が育まれるからです。心で感じることで、たとえ一時的に雑草の一部であったとしても、それは問題ではありません。心で感じることで、自身の体内にある光の割合を増やすことができます。心で感じることで、心は広がり、信念は崩れ、誤った習慣が容易に疑問視されるようになります。これは偶然ではなく、意識的な変化の過程なのです。皆さんは、アルシオーネの光に照らされています。この光は、皆さんが過去に置き去りにすべきものを、すべて消し去る変革をもたらします。ここでは奇跡は起こりません。奇跡はなく、何も経験せずに救われることもありません。では、助けはあるのでしょうか。はい、あります。成長はあるのでしょうか。はい、あります。変化はあるのでしょうか。はい、あります。しかし、それぞれの人が自分の教訓を学ぶことになるでしょう。新しい世界への準備に関わるすべての人々は、すでに自分たちの教訓を学んでいます。関わることを拒否し、学ぶことを望まず、参加したくない人々は、徐々にこの惑星を去るよう促されます。彼らは徐々に、去ることを求められ、新しいプロセスの一部にはなりません。それでは、なぜ彼らはアルシオーネの光を浴びているにもかかわらず、このような考えを持つのでしょうか。その理由は、この光の高い周波数にもかかわらず、彼らが自分たちの第三次元の習慣や依存に引き寄せられているためです。彼らは進化するように呼びかけられていることを知っていますが、多くの人々はその対処方法を知らず、迷い、アンバランスになり、さらに自己コントロールを失い、進化から遠ざかっています。それは、彼らが心ではなく、頭で全てを受け取っているからです。頭は、これは良くない、これから離れなさい、今のままでいなさい、と言います。彼らの意思は尊重されますが、彼らはこの場所に留まることはなく、少しずつ外に連れ出されます。この惑星に残る人々は、新しい時代、
新しい仕事、新しい生き方と人生の見方へと導かれるでしょう。皆さんが第五次元への準備を進める過程は決して簡単なものではありませんが、私たちは皆さんがその目標に到達することを確信しています。今、私の言葉を聞き、私のエネルギーと愛を受け取っている皆さんは素晴らしい仕事をしています。皆さんは間違いを犯しながらも正しい道を見つけ、進むことを探求し、進化を望んでいるのです。アルシオーネの光は皆さんにさらに変化をもたらし、毎日すべての瞬間に新たな学び、そして人生の新しい見方を示しています。この光は常に明るく照らし、疑問や恐れを取り除き、光と確信をもたらします。皆さんが今行っていることを後悔することはありません。今手放しているすべてのものは、将来振り返った時に皆さんの人生にとって全く不必要だったと気づくでしょう。そしてそれは心を満たす新しい習慣や慣習によって補われます。これらの新しい習慣や慣習は単に頭で考えることではなく、皆さんの心を満たすものとなるでしょう。私はアシュタールです。今、平和と愛、そしてワンネスの中で皆さんを後にします。皆さんがこの変化と成長の旅を続ける中で、私たちは常に皆さんを深く愛し、心からの祝福を送ります。皆さんの旅の歩みが宇宙の愛と光に満ちた道へと導かれるように、私たちは皆さんのそばにいます。皆さんが直面する挑戦や困難も皆さんの進化と成長の一部です。皆さんの心と魂が真実の光に満ち溢れることを私たちは願っています。Thank you.